Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ、サルです。さあ、今日ネタがなかったので、また釣り具屋さんに行って釣り具を少しだけ買ってきました。まあ、そんなこともさておいてなんですが、コメントを見返していきますと、私は釣りを始めたばかりです。サルさん、どうやったらワームを遠くへ飛ばすことができるんですかっていうコメントをいただきました。それはですね、ある程度の重りをつければ誰でも飛ばせるようになります。ということでね、今回はですね、テキサスリグ、このバスフィッシングのワーミング、ワームの仕掛けを作る、ワームのリグルっていうところの基本的なリグのやり方、テキサスリグをやっていこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではやっていきましょう。今回使いますワームはレイドジャパンのパトリップ31。これたまたまね、売っててね、ちょっと3パックも買ってきちゃったからね、俺好きで3パックも。その中で特にね、白いねワームが見やすいと思ったので、これをチョイスします。フック、ワームのサイズに合ったオフセットフックをこのように準備してください。テキサス用のこういったミサイル型のシンカーですね。これね、ほんと最初おすすめはね、5グラムから7グラムあたりが、やりやすいかなと思います。それ以上でもそれ以下でもあるんですけど、5から7ぐらいが一番最初は入門入りやすいサイズだと思います。で、飛ばしやすいですからね。で、必要であればこういったペグ止めっていうものがありますね。このゴム缶みたいなやつ、こんな感じです。そして、まあ準備しましたら糸ですね、こちら。さあ、やっていきましょう。このテキサスリグはね、その名の通り多分テキサスでできたリグなんじゃないかなと思います。まあ、どういった利点があるかと言いますと、ワームを遠くへ飛ばせて、ウィード、草むらですね、水草の中、林の中や、いろんなそういったね、ストラクチャー、カバー、障害物があるところにどんどんルアーをプレゼンテーションできるという利点があります。さあ、まずこちらのペグ止めを糸に軽くこんな感じで通していきます。これで売ってますからね、釣り具屋さん行けばね。こんな感じですね、ワン、ちょっとね、こう輪っかの中に通してキュッと引っ張ると入るようなタイプになってるのが多いかな。こんな感じで通していきます。で、次に糸にこのシンカーを通します。こんな感じですね。で、次に、はい、結びつけました。こんな感じになりますね。ペグ止め、シンカー、フック、この一連の流れになります。で、凝る人はこのペグ止めを逆ね、これいらないっつって取っちゃって、こうシンカーがね、行ったり来たりして、ワームの動きを水の中にポチョって入れた時にね、フルに活かしたい人はこういうのをね、つけない人もいますが、基本はね、まずはこれをつけていいと思います。慣れてきたらこれいらなくてもいいかなとか、そういったシチュエーションがあったら取ってもいいですけど、基本は自分は全部つけますね。こんな感じでワームをつけていきます。はい、つきました。そして最後にペグ止めをキュッと止めて、こんな感じで出来上がりになりますね。おお、いい感じに仕上がりましたな。これがね、テキサスリグっていうリグになりますね。あとはね、その自分が一番これが扱いやすいなという重さを、これを使っていく上で知っていくことが、バスフィッシングの大切なところになるんじゃないかなと思います。僕は 5g から 7g を使っています。それでは一旦戻ります。はい、バスフィッシングの基本的なリグ、テキサスリグを今日はやってみました。これ結構やっぱりね、重りが重いのでよく飛びます。スピニングでもベイトでも、まあ、どちらかというとベイトキャスティングリール向きのリグになるんじゃないかなと思います。もっと軽いものにすればもちろんスピニングでも投げれます。まあ、これね、いろいろね、回数重ねてみて、そして自分がこれがいいなっていうワームを使うのが一番かもしれないですね。僕はもういろんなリグをね、いろんなワームをね、このテキサスリグにして、いろいろ試してみてます。最近はこういった小さいね、ストレート系のワームをテキサスにするのが面白く、淡路島でも十分釣果が出てハマりました。てな感じで、まずこちらリグにチャレンジしてみて、自分の投げやすい重さを見つけて、そして当たりが出るまでとことんやってみるということがいいかもしれません。
僕はこのテキサスリーグ好きですよってな感じで、今日はテキサスリーグ基本編をやってみました。はい。